どうもショルヘイノです、今回はこの大乱闘スマッシュブラザーズ X の実況で、ね、していきたいと思います。なんで今っていう、何を今さらこのゲームをと、まあ、思ってる方ねたくさんおられるかと思うんですけれども、今回はこれの悪空の使者、こちらのですねもう 98% だいたいもうちょっとでクリアってところでね終えてますね、このセーブデータは。まあこちらのデータで、ちょっとやっていきたいことがありますんでね、やっていきますよ。これもちろん激ムズでやっていきます。これ全部でキャラか、これか。あー少ないね。大乱闘スマッシュブラザーズ X はね、まあ、言ってもやっぱ久しぶりなんで、2世代前のゲームなんでね、こう操作感がね、大丈夫かなってところはありますけれども、まあ関係ない、もうちょっとね楽しんでいきましょうこれまあ今回の、実況の趣旨としてはですね、この激ムズでしかちょっとできないことなんですけど、うわ重いキャラクターがめちゃくちゃ重いえ、なんかルカリオめちゃくちゃドスドス言ってんだけど、ルカリオこんなドスドス言ってたっけ。これ激ムズともなるとね、あの雑魚敵が全然雑魚敵じゃないっていう、ああこれ相当復帰やばい感じになってますよ。これちょっと倒す、ハンマーブロスなんかこちらのですねラスボスですね、タブーをねちょっと倒していきたいと思います。まあ倒し方もねちょっといろいろ考えたんですけど、激ムズはねもちろん激ムズなんで何言ってんの、当たり前のこと言っちゃった。今攻撃力が高いのと、あと吹っ飛ばしがね強くなってます、タブーは。ちょっとねあこのねフィギュアプレート、あははは、全然攻撃当てらんないままルカリをちょっとお役御免しちゃったんだけど、あーいもんあー怖かった久しぶりにしてはねよくできたと思いますよ今。あ重い、ガモンめちゃくちゃ重いじゃんこれ、やばい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 、無理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 、しかもすぐ死ぬそうなんですよ、ものすごい簡単に死ぬんですよね X は。とりあえずの回ってことでね、今回の趣旨としてはタブーを激ムズでねやることによってフィギュアプレートが出るんですよ。金色のなんかフィギュアにする用のプレートなんですよ、あれこれを使って、倒していきたいなと思います。これをね使って、うらうわ、今やねリザードンフレアドライブっていう横にねバーゴーン吹っ飛ぶ、あらーバナナでやられた、僕あれバナナって呼んでるんでよろしくお願いします。そう今やねリザードンフレアドライブっつって横にねバーゴーン全く同じような説明しちゃった、吹っ飛ぶね技使ってますけど、やべえ喋らない喋れない、これは無理、オッケー。そうこのね X の初登場時はね岩砕きっていうボス専用のキャラクターだったんだね、あらーさよなら。で基本的には激ムズだと一撃必殺なんで、大体の技もう食らったら終わりと思ってねやるしかない。あーゲームウォッチの攻撃もなんか懐かしいですね、今やねこんな技じゃないからね、結構全部顔が変わるようなね。もちろんね今大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルもねすっごい思いっきり楽しんでますよ、オンラインやったり楽しんでますけど、今回のゲーム実況はなんでか分かんないけど X をやり始める、ちょっとねこれもなんか越したいところある。大体突発的にやり始めるゲームはね昔のゲームが多いんで、そこら辺よろしくお願いします。ちゃんとやろうと思ってるゲームは最新作なんでね、これからに期待ご期待ください。あらこれこんな吹っ飛びやすいかね、もうあと熱だけですね、今回の会話熱だけ、あとあー来た、飛びなかったね今こけたね。なんか大乱闘スマッシュブラザーズ X ってこける仕様があるんだよね、なんか分かんないけど、なぜか分かんないけど、なんだろうな、なんでこけるのかな、やばーやっちゃったー。まあ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 今回はねちょっと
あの初見プレイみたいな全然キープレイなんだけど、うん、久しぶりなんでね、こういう感じですよっていうところをお見せして、今回が本番、全力全力でやるよ。あのフィギュアプレートがね、今出てきてもらっても困るんだよね。すっごいね、ギリギリの時にやらないといけないから、うーってって怖い、もうやだ、これ今あってもしょうがないから。あ、でも食らうんだよね、ちょっとこのタブーね。やっぱ X の時すごい、凶悪な敵だなと思ったんですけどね、灯火の星ではさらになんかやばい敵出てきちゃったから、なんかねちょっと薄れちゃってるけど、でもなんか人型の方が強そうな感じあるよね。なんか最強感がねすごくある気がするんだけど、届かない、パーサーフィン、めちゃくちゃイケイケだ、イケイケな攻撃してくる。バナナ、なんでバナナかっていうとね、バナナ見えませんあれそんなことねえか。でもね、高校生の時からバフダメージ稼ぎ頭ガモン、あーいけリザード、あー嘘でしょ、おいおいおい稼ぎ頭多い、くるよ、はいはいはい、うわー、どう、これだけうまいよね。なんで今さらダイラントスマッシュブラザーズ X をやってるのかというと、あまりこことね AG の映像と音のズレを確認するための動画だということを今ここでお伝えしておく。これがちゃんと撮れれば、あーれー、これ今お伝えしていくことによってこの実況があんまり意味のないものではないということを皆さんにお分かりいただけるかと思います。ゲームウォッチ攻撃しづらい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 、よっしゃー、どうですかこれ、これだけ異常になんかできるね、あーうっそーまあちょっとなんとかね頑張りたいところですね。これからこっからだから問題は、あー何これ、これしづらいな、ほらこれ暗い、バカバカロー、うわちょっとマジで、それで死ぬ、よし行くぞ、うわ今回こそ本気、あーちょっと本気なんだけど、ちょっとほっなっちゃって、おっしゃー大丈夫、はーすごい緊急回避の大魔神とでも呼んでくれ、やばいやばい、雨やまない雨やないって言うでしょ、うわっ、あー怖い、なんでアピールした今なんでアピールしたの今、ボタン押してんの僕です。もう今テンパりすぎて汗びちゃびちゃでゲームコントローラーを触ってるから、今僕と握手したら濃厚接触だよこら、まあまあ今あってもしょうがないから、あやべ、緊急回避の大魔神と呼んでくれとか なんとか言ってたのに、おらくらい、あーらー分身の術ナルトか、君は止まない雨はなし、止まない雨なしキャリー、何か言うの、あ今回でもあれだね、フィギュアプレートがいっぱい出てくる、なんかねフィギュアプレートが出てこない回もあるんですよ、やばいやばいやばい、これ避けられない無理ー、あキャラクターのね遅さとねあれ合ってないんだよ、おーだしゃーし、オッケー来たー、俺はどうよどうよ、あばばピカチュー、ほらサッカーボールだ、こんな時でもサッカーボールで遊ぶゲームウォッチ、お茶目だね、このご時世に自粛ムードでゲーム実況やってんだから早くやられろ、皆さんに楽しい時間をお届けするんだよ俺は、あーちょっとあぶぶぶゲームウォッチ生きて、生きるんだすごい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 、張り切っていっちゃった今もう、まあね、タブーを倒すことぐらいはね別に大丈夫なんですけど、ファウあ、もうあれフィギュアプレート出てきていいよ出てきていいよ、こういう時にかけて出てこないんだ、そう、マジ、じゃあ行くぜ、おら本気、今度こそもうマジで本気で、もう今までにない本気具合を見せてあげる、よし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 、もうねさっきからずっと今度これがフィギュアプレートに見えてしょうがないんだよあフィギュアプレートが出てきた、でもフィギュアプレートに見えてしょうがないんだよって言った時に限って出てくるから、うわうわあーなんかもうだだこねて、分かったよもうそういうのはこの自粛期間が終わってからにしよう、みん
で我慢してんだからしょうがないだろ。あれあい、はあ、コロナに負けるな。よし、でもみんなウイルスが悪いだけで人間は悪いわけじゃないんだ。コロナにかかった人を悪く言わないであげて、叩いたりするのはよくない。あー叩かれちゃった。ほらね、ああやっていっぱいいろんな人がいて、やっぱね、そういうのを悪とする人もいるから、うん、そういうところはちゃんとね、わきまえていこう、みんな。みんなの話。ファウキャンファウキャンファウキャンファウ。あー、やまなやめ。やまなやめはないって言うでしょ。この期間もすぐ収束させてほしい。もう、悲しむ人が出ないように。ちょっと、俺が今悲しい。ピカチュウ。生きてるピカチュウ。あーピカチュウ生きてさ。これもこれ避けられる。避けられない、避けられないから。それはね、なんでかっていうと僕のせいなんで。ちょっとー、嘘でしょ。もうなんで、あー全然ダメだ。どこ、どこで攻撃してるのこの人。嘘、やめて、やばい、やだよ。全然フィギュアプレートが出てこないよ。これは出てこない。あー出てこないからもういいよ。いい、なんでもない、なんでもいいよもう。Continue? しんどい、しんどいけどね、やるしかないから、この自粛期間を楽しく過ごしてほしい皆さんに。そんな気持ちのみでこの大乱闘スマッシュブラザーズ X を起動してるんだから、 Wii をわざわざ使って、 Wii リモコンを使って、フィギュアプレート出てきた。よし、 Wii リモコンを使って最初あれ入らねえなと思ったら、あー、あの Wii のリモートバーみたいなのが重要でね、あれがないと動かないこと忘れてたよ。おら、いや重い。ちょっと本当にね、大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルを今ね遊んでる方はね、一旦ちょっとね、あらー、X もねちょっと遊んでみてほしいんですけど、マジでマジでかなりキャラクターが重いから、相当重いんで。何の時間なんだよ。ちょっとタブーも待ってんの、なんか何なんだよこの世界は。どっちなの、ひどいやつなのか、どっちなの。あー届かない。うわー大丈夫なんだ。うわくるくる、当たらん、全然技が当たらん。あらーちょっと炎暗い、全然届か。うわなんで隠した、なんでなんでなんで、ちょっと、違う、今のはねこっちの問題だ、こっちの問題だ。あー避けて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 、ピカチュウ、よし、ピカチュウ、ピカチュウぐらいなら避けられるかな。こっちのねゲーム画面はね、実際のところなんかねちょっと遅延してんだよね。パソコンに送るのが若干あれなのかわかんないけど、あー割れちゃった、もしかして、やばいやばい、あーちょっと、うわ暗い、黒、うわ暗い、ピカチュウの雷よ。どっち、こっち、うわ暗い暗い、こらもう喋ること大体ないから、ちょっとやだ、なんかなんか出てこなくなっちゃいそうで、あーあれで2個目出てきたんだけど、なんかもう出てこないと思うからって言った瞬間にわしいるやでっつって出てきたから、もうさっさと越したい、さすがにそろそろ越したいところ。うん、ちょっとね、Wii だから、労働時間が、どんだけ出てくるの。さっき全然出てこなかったのに、今こんなに出てきて、どうしてくれんの。
これで終わり際出てこないとか最悪だから、ちょっと今ちょっとさ出過ぎなんじゃない。あ、ちょっとピカチュウ、はあ、気持ちいいよ。ほらお前の力を見せてやる。ほらお前の力を違う、全然逆方向にやってる。ほらフィギュアプレート消えたけど、お前の力を見せてくれ。これかな。どれ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 ぐらいがいいんだろう。 PK サンダー待った方がいいかな。あらーちょっと こんなもんこんなもん調節する時間がある。おかしいな話ですけどね。これも多分でもねいけるんじゃないかな。そっち、フィギュアプレートが来るまで待つ。あーバナナでガノーチ、畜生がよ。来た来たよ、みんな来た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 。これはもういけるんじゃないか、さすがに。あーここ問題ですよ。オッケー、これいけるんじゃないか。くらえ、ほら来たー、よっとしおらしと見たか、こらこら見たか見たか。あーだからみんな頑張って過ごしていこう、生きていこう、それだけが僕の思いです。ありがとうございました。